皆さんご機嫌どうも、ご主人様です。アマーチンです。ビヨンドコンタクト、実況始めます。前回は拠点の施設をさらに充実。蓄電池と風力発電で電力関連を強化。さらにオーブンを設置して食生活の充実を図りました。これで24時間いつでもアキアキお料理を食べられるようになったのよ。拠点がどんどん快適になって探索もますます楽ちんになってきたのよね。でも快適すぎて拠点から出たくないジレンマ。拠点でゴロゴロしているわけにもいきませんのでクエストもそつなく進めていきました。神さんの承認からのお使いクエストが終わって市場が再開したのよね。まだ取り扱う商品こそ少ないですが、シェルや頂点といったアイテムを渡すことによって神族の生産活動が再開し、その結果市場の商品が増えていくようです。こちらも余裕があれば進めていきたいところですね。で、今日は何から始めればいいのかしら。その前にですね、ちょっとこちらをご覧いただきたく。あれ、こんなとこにケッペル層なんて生えてたっけ。もともとはありませんでしたね。じゃあどうしたのよこれ。実はですね、我々農業を開始したのです。え、そんなことできるんだ。まあ農業といっても他の場所に生えた植物を植え替えるだけなんですけどね。前回お使いクエストで市場にケッペル層を届けましたよね。そうね、シャベルで掘り出して持って行ったのよ。シャベルで掘り出した植物はこのように拠点に植えることもできるのです。ただ植え替えた植物は肥料を与えないと育ってくれず、肥料になる素材も当たりはついていたのですが、なぜか今まで肥料をやることができなかったのです。だから今まで農業を始めてなかったのね。ところが前回の動画の後に試してみると急に肥料を与えられるようになっていまして、どうやら市場の再開がフラグになっていたようです。ですので試しに3株ほど植え替えてみた次第。後ほどもう少し数を増やしておきましょう。いいじゃないいいじゃない、これで食料を探す手間が大いに省けるのよ。これで探索から帰ればうまい酸素があって、そばで食料も取れて、その場ですぐにアキアキお料理にできてますます快適なのよ。酸素って美味しいんですかね。まあそれはいいとして、本日のお仕事です。前回までに戦士さんと商人さんから受注したクエストが完了しています。今時点で残る神族のクエストはルーンキーパーさんから受注したクエスト1つです。まずはそれを片付けてしまいましょう。今受けてるクエストが終わればまた春日がちょっと出れてくれるかもしれないしね。クエストの詳細を聞きに神族の住む遺跡に移動しましょう。神族の遺跡に到着。ルーンキーパーに話を聞きます。簡単に要約すると、話は今ルーンキーパーの脇に見えている惑星ケテルンの中心部にまで届く巨大構造物ワールドフォージについての話です。キッス博士はケテルンの崩壊を食い止める手段としてワールドフォージに注目していますが、ルーンキーパーは大解体なる出来事によりその知識を失っています。ワールドフォージの知識を得るには神族の経典が必要であり、それを20個ルーンキーパーに届けなければなりません。経典ってのは前回裂け目を修復した時についでに見つけたあれね。経典は神族の言うところの裏切り者、つまり汚染された神族が所持しており、それを得るには彼らと戦って奪うしかありません。同じ神さんと戦うのはちょっと気が引けるのよ。所詮血塗られた道です。これってそんなお話だっけ。ルーンキーパーさんからも容赦するなとのお墨付きをいただいています。拠点に戻って準備を整えたら戦いに赴きましょう。あんまり気が乗らないのよ。幸い前回裂け目を修復した際20個ほどの経典は入手しています。残り10個は汚染された神族から戦って奪うしかありませんね。ご主人様だってこんなことしたくないのよ。でもやるしかないのよ。狩りの時間だぜ。ジャッカー。経典を集めて再び神族の遺跡にやってきました。実にやるせない戦いだったのよ。最後の一撃は切ない。ノリノリでしたけどね。集めた経典をルーンキーパーさんに渡しましょう。集めた経典から得たワールドフォージに関する知識を聞いたところでは、ケテルンを救う鍵はやはりワールドフォージにあるようです。今は破壊されてしまったワールドフォージを復旧し、フォージコアなるものを設置すれば、ケテルンは力の均衡を取り戻し、元の姿に戻るだろうとのことですね。空間の裂け目も出なくなるってことね。しかしワールドフォージを復旧させるだけでは不十分だそうです。そうなの。ワールドフォージが機能するにはそれを制御するものが必要であり、
神族の族長が代々その任を担っていたそうです。しかし族長は彼らが故郷を失った際に殺されてしまい、今は族長が不在なのです。ジューンキーパーさんによれば、まず次の族長を探すのが最優先事項であり、神族の復興を続けていればいずれ然るべきものが現れるとのことです。気の長い話ね。そんなんで間に合うのかしら。それは何ともわかりません。次はクロープースさんとお話ししてみましょう。クロープースさんはワールドフォージについて詳しいことは知らないそうです。しかしその遺跡があるために汚染された神族が、この場所に手を出せないと考えているようです。そのためワールドフォージを復旧することが、逆に遺跡の神族を危険にさらすのではないかと懸念しているようです。クロープースさんとの会話でルーンキーパーさんからのクエストは完了。これで戦士さん、商人さん、ルーンキーパーさんからのクエストを完了しましたので、遺跡で最初に受注したクロープースさんのクエストを進める条件が整いました。改めてクロープースさんと話をしましょう。再びクロープースさんと会話。実は先代の族長亡き後、族長は彼が継ぐはずだったそうです。しかし多くの民を死なせた後悔と戦えぬ体となった無力感が、彼が族長となることを許しませんでした。重すぎるのよ、カスが。しかし神族の復興に貢献し、いくつもの裂け目を修復した我々の行動に、心を打たれたカスが。ではなくクロープースさんは族長となる決意を固めました。出れた、カスガが出れたのよ。しかし神族の族長となるには二つの宝が必要で、それがなければワールドフォージの制御ができないようです。さらに爪を失ったクロープースさんに新たな爪を用立てる必要があります。二つの宝の修復と新たな爪のクラフト、これを受け負って最初のクエストが完了です。一気に話が進んだじゃないの。やるべきことがようやく見えてきましたね。ワールドフォージの復旧、それでケテルンが救われるはずです。そのためにもクロープースさんが族長となるために必要な品を用立てましょう。クロープースさんが族長となるためには三つのアイテムが必要です。一つは物言う杖、修理に必要なもののうち、ブルケロップの角なるアイテムがまだ不明ですね。二つ目は歴史のローブ、こちらもケロップの皮なるアイテムが不明です。三番目は力の爪、こちらはサタラットの金属の蝶なるアイテムが不明です。つまりブルケロップ、ケロップ、サタラットなる生物を見つけ出し、それらを買ってクラフトに必要な素材をゲットするのが次のお仕事ですね。でもさ、そのケロップやらコーンフレークをどこでどうやって見つければいいのさ。それはとにかくケテルンを走り回ってみたことのない生物を片っ端から仕留めるしかありませんね。めんどくさ、ケテルン中を通りまして回れっての。それ以外に方法がないですからね。まあケロップとブルケロップには心当たりがあります。やるじゃん。問題はサタラットですね。こちらは私も情報がありませんので、とにかく探し回るしかありません。めんどくさ。ただですね、以前にも言ったように我々まだケテルンの半分程度しか踏破していないのです。いい機会ですので新たな場所を開拓するための探索に出かけましょう。その途中でサタラットが見つかればよしってことなのね。そううまく運べばいいですけどね。少なくともケロップとブルケロップは探索の間になんとかなるでしょう。それでは一度拠点に戻り、準備を整えてから新たな探索に出かけるとしましょう。準備を終えて探索に出発。でもどこに行けばいいのかしら。とにかくマップを見ながらで探索の場所を塗りつぶす。これに行きます。ほんとめんどくさいのね。それが本作のやり方なんですよ。お、久々の第一村人発見。なんか真っ赤っかでおこみたいなのよ。マスター。なんぜい。おそらくあれがブルケロップです。マジ？多分マジです。じゃあ狩りの時間ね。その角いただいていくのよ。ほらよ。おらー、やれやれ、めっちゃ硬いやんこいつ。まずはスキャンしてみましょう。ビンゴです。やはりブルケロップでした。なんでわかったのさ。マスターの言う第一村人、それもおこげない第一村人ですが、あれの名前がケロップなんですよ。あ、そうなので、ケロップの中に時々このようなおこな個体がいるのを見かけてたんですね。ケロップの名がついているならあれがブルケロップだと推測していた次第。大当たりね。やるじゃん。これでブルケロップの角をゲット。しかもケロップの皮まで落としてくれました。探してた3つのうち2つがもう見つかっちゃったのよ。出発早々ラッキーでしたね。ちなみにこのブルケロップの肉ですが、調理すると空腹ゲージが完全回復する優れものです。マジ？それはお料理がはかどるのよ。ブルケロップを買ったおかげでスロットが埋まってしまいましたし、一度素材を保管するためにも拠点に戻りましょう。出た直後にトンボ帰りなのよ。むしろ出発してすぐで幸いでしたね。素材を拠点に保管して改めて出発しましょう。探索を再開。マグマの岩山のバイオームに到着しました。結構遠くまで足を伸ばしたのね。おっと、ここにも敵の神さんいるじゃないの。今回頂点は目的ではありません。無視しましょう。あ、サタラット。こんなところにいたんですね。
格好が似ているので海だと思っていました。たまたまカーソル当ててなければ見逃すとこだったのよ。今回いろいろとラッキーが続きますね。それでは仮の時間です。力の爪のクラフトにはサタラットの蝶が5つ必要です。任せて、海狩りは得意なのよ。サタラット3匹の討伐完了。必要な素材はこれで全て集まりましたね。最初の頃に買ったウニより随分強かったのよ。1匹ずつじゃないとちょっと危なかったかもね。しかし思いのほかあっさりと見つかりましたね。正直探すのはもっと手間だと思ってました。コルベックスを探す時はほんと苦労したんですけど。ご主人様の日頃の行いがいいからなのよ。それはどういう意味なんでしょうかね。まあいいでしょう。仮と途中で素材を集めていたおかげでまたスロットが満タンです。おにゃんのバッグにしたのに全然足りないのよ。探索もまだ不十分ですが、ここは一度拠点に戻るべきでしょうね。ここまで来てちょっともったいないけどね。せっかくうまい具合に探していた素材が手に入りましたから、先に必要なアイテムのクラフトを済ませてしまいましょう。モノユーツへ、歴史のローブ、力の爪をクラフト。これでクロープースさんから依頼された3つのクラフトが完了しました。早速カスガに届けに行こうじゃないの。そこなんですけどね、マスター。クロープースさんに届けるのはもう少し先にしましょう。なんでさ。今回思いのほか素材集めが順調に進んだこともあって、探索がほとんど進んでいないんですよ。それにまた裂け目の数が増えつつあります。新しく発生した裂け目のほとんどが未探索の場所にありまして、その修復が寺探索を優先したいんですね。なるほどね。裂け目の修復ってことなら仕方ないのよ。それに拠点の設備もまた増やしたいですしね。そこは異論がないのよ。まあ今回結構クエストも進んだみたいだし、ちょっと寄り道するのもいいんじゃないかな。ちなみにクエストには大きく2つのルートがありまして、1つがここ数回で進めている神族のクエスト、もう1つのルートが裂け目の修復でお世話になった監督官やチェンスさんのルートなんですね。目標マップを見る限りこの2つを進めていくのがキャンペーンの目標のようです。タコさんのクエストもやんなきゃなんだ。チェンスさんたちのクエストは現在3つ受注済みです。実はその3つもすでに進められる状態なんですね。あ、そうなの。ですので焦らずとも今できるクエストはすぐにでも完了できます。なのでここはまず腰を据えて探索と拠点整備を進めましょう。おそらくそれが先のクエストにもつながるはずです。まあ裂け目の修復もできるわけだし、焦ることないのよね。それでは意外なこと順調にクエストが進んだ探索を終えたところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。